北京大港国際空港は、中華人民共和国北京市大港区と、河北省労房市公陽区にある国際空港である。ターミナルビルの内部北京市では、1910年開港で、軍民共用の北京南園空港と1958年開港の北京首都国際空港の2空港が運用されていたが、主力の首都国際空港は2014年に、 約8613万人が利用してアトランタ空港に次ぐ世界2位となるなど空港の処理能力が限界に達していたため中国政府は北京市郊外に大型空港を追加整備して主に国際線の利用を分散させることで首都国際空港の飽和状態の解消を図った。また2022年冬季オリンピックに向けた輸送力強化の狙いもあった。 北京市と第二空港として北京市中心部の天安門から南方 46km に位置する4700ヘクタールの敷地に建設された建築家ザハハディット設計による人手型の空港ターミナルビルは単体では世界最大であり4本の滑走路を有し当面は7200万人程度の利用者数を想定しているが 最終完成時には滑走路は8本になって1億2000万人超の処理能力を備えるとされる。5G、AI、ロボットなどの最先端技術で空港はスマート化された。掃除業費は140億ドルを見込む。旅客ターミナルには搭乗ゲートが76箇所設置され、2025年までに年間7500万人の利用を見込んでいる。 2019年9月25日に開港式典が行われ、習近平総書記が出席した。東空港の完成と同時に、中国最古の空港であった北京南苑空港の旅客利用は停止された。9月26日に供用開始した時点で移転したのは中国連合航空のみであり、一部の商店は未開業の状態であった。 冬スケジュールが始まった10月27日以降、国際線の運行が開始され、本格的な運用に入った。北京首都空港と北京大抗国際空港とのに、空港体制で急増する航空需要に対応し、シンガポールジャンギ国際空港や、インチョン国際空港や成田国際空港とのアジアにおけるハブ空港競争に臨む。中国東方航空は、グループも、 加盟しているスカイチームのハブ空港として位置づけるが、上海路線の一部は首都空港にも就航させる。中国国際航空グループは10%の発着枠を獲得し、双方の空港から就航させる。海南航空グループは首都空港を引き続き利用する方針ではあるが、首都航空は対航空港に変更した。中国南方航空グループは 2020年10月25日、すべての路線を首都空港から移転を完了させた。経由便も含む。2020年1月現在経由便も含む、新空港開業と同時に経由都市間鉄道及び、北京地下鉄対抗機場線の対抗機場駅が開業した。北京駅、北京西駅、北京南駅、通州、某山方面に、空港バスが運行されている。 ありがとうございます。